アス DVD か。どうしたんだ？ちょっとだけ抱えてる仕事を片付けておきたくてな。仕事だと？なんだよその顔は。だってお前ニートじゃなかったのか？仕事辞めたんじゃ。なあ、前の仕事はな。ニートじゃないだと？そのくだり付き合わねえからな。で、何の仕事してんの？なの、お前が気にすることじゃねえよ。そのくらい教えてくれたっていいじゃん。いいから買い物に付き合えって。仕事に使う資料が欲しいんだ。まあいいけどさ。で、何を買いに行くんだ？まずは動画が欲しくてな。それじゃ行ってくるわ。ここで動画ってまさか。何を買ったんだ？あ？だから DVD だよ。もしかしてエッチなやつじゃん。さあどうだろうな。マジか。じゃ次行くぜ。おい、どこ行くつもりだ？駅前のエトリの本屋だよ。綺麗になったよな。なんかおしゃれな建物だよな。ま、いろいろと助かってるけどさ。で、何の本を買ったんだ？ああ、これだよ。え、これってもしかして。なんだ、知ってんのか？これ、人気グラドルの水着写真集じゃん。一体、何に使うんだよ。何の仕事してるんだ？だからお前には関係ねえって。それじゃ次の店だ。中央通りのホスマップだな。エッチな DVD に写真集、そしてホスマップといえばまさか。あー、ちょっとレイジー。ここだよな。ああ、そうだ。おお、そろそろ始まるぜ。写真いっぱい撮っちゃおっと。あのお尻が間近で見れるなんて、ホスマップたち楽しみだ。ああ、やっぱりここいつもグラドルイベントやってるとこだ。レイジの仕事って。お前何一人で盛り上がってんだ？だってそりゃ期待するだろう。なあ、グラビアアイドルのカメラマンか、それともプロデューサーか、もしかして事務所の社長とか。はぁ、あ、DVD 買ったり写真集買ったり、挙句の果てにホスマップのイベントだぞ。期待しないわけがない。お前やっぱりバカだろ。んな仕事してたら自費で買うかっつーの。あ、それもそうか。でもじゃあなんでここに？ CD が欲しくてな。さっきの店には売ってなかったんだ。CD を？じゃ、ちょっと見てくるわ。で、何の CD を買ったんだ？適当に豪華な初回版を何枚か。適当に？ああ、音楽には興味ない。ただ、ジャケットをいろいろ見たくてな。それと仕事に関係が？デザインを見たかったんだよ。ちゃんとこの手で触って確かめながらな。それじゃあレイジの仕事って？ああ、今はグラフィックデザインの仕事だ。ま、自宅でフリーランスだけどな。そっか。それで DVD と写真集を？ DVD はいろいろなポーズの参考に、写真集は想定が綺麗だったからだ。おお、なるほど。なんだよ、
期待外れだったか。いや、普通に感心してたんだ。ちゃんと仕事してるんだと思ってお前と一緒にすんなって。だけど付き合ってもらったお礼にコーヒーでもご馳走してやるよ。駅前広場のマクセルシオールにでも行くか。これお前の分だから。あ、ありがとう。ま、これで仕事も少しは進むな。グラフィックデザインってどんなことしてるんだ。いろいろだな。フライヤーを作ったり、ウェブサイトのデザインなんかを作ったり、コンセプトアートなんかを作ったりな。あれか、なんかおしゃれな感じのやつか。お前雑だな。だけどなんでそんな仕事を。自宅で仕事できるし、人付き合いも最低限で済むからな。それとデザインは自分の目で見て確認ができる。それが何よりの理由だ。自分の目でか。さてと、それじゃ一回帰って仕事でもする。って今仕事してもこんな状況じゃ意味ないんじゃないの。気持ちの問題だよ。ちゃんと終わらせた方が気分よく過ごせるだろう。だからクライアントのためじゃなく俺のために終わらせたいんだよ。夏休みを楽しく過ごすためみたいなもんか。ま、間違っちゃいねえよ。だけど俺はショックだよ。何がだよ。やっぱりニートじゃなかったんだな。何が聞きたいんだ。え、わざわざ俺と組みたがるなんてさ。何か話があるんだろ。気づいてたのか。嘘はもっとうまくつけ。それが世渡りってもんだ。で、何が知りたい。答えられることなら答えてやるよ。昨日ヤマトから聞いたんだよ。探し人に会えたんだろ。そのことか。その人管理局の人間だったって。なあレイジ、お前管理局と通じているのか。俺たちのこと利用しようとしているのか。だとしたらもっとうまく嘘つくっての。だったら探し人が見つかったのになんでまだ俺たちと一緒にいるんだ。まだなんだ。まだ見つかってないんだよ。見つかってないって。昨日会えたんじゃないのか。疑われるのも面倒だ。お前には話しといてやるよ。俺が探していた女、東条麻里は妄想管理局の人間だ。でもな、俺は管理局と通じてはいない。通じたくもない。お前らを利用しているのは本当だ。俺は俺の目的のためだけに行動するって言ったろ。探し人が見つかったんなら俺らに利用価値はないんじゃないのか。だからまだ見つかってねえんだよ。
出なくていいのか？きっと仲間の誰かだろ。もしもし。あ、朝日さん。どうした？何か見つけたのか？いえ、そういうわけじゃないんです。一通り気になる場所を調べたんですけど、手がかりは見つからなかったんです。だからもうちょっと効率を考えて、琴美さんと二手に分かれて探そうと思いまして。ああ、わかった。だけど無理だけはするなよ。はい、ご心配ありがとうございます。琴美さんにも伝えておきますね。何も見つからなかったから二手に分かれるってさ。俺たちはどうする？一緒に行動しよう。だから俺は敵じゃねえって。味方でもねえけどな。じゃ、調査を再開するか。ああ、分かった。立花と、もう一人。早速名前を忘れたのか？レイジさんだ。ふん。ヤマト、何か手がかりは見つかったか？ああ、見つかった。立花、ちょっとこっち来いよ。あいつから何か聞けたか？それらしい話は何も。そうか。まあ、敵も簡単に尻尾は出さねえよな。だけどさ、なんだか敵って感じじゃなさそうなんだ。だからって味方ってわけでもないだろ。とにかくあいつの言動には気をつけろ。わかったわかった。内緒話は終わったか？は？別に何も話してねえよ。ふーん、どうせやらしいことでも話してたんだろ。みんなには黙っといてやるよ。そんなわけないだろ。くだらないこと言ってないで調査してこいよ。勝手に探ってろ。ヤマト、全部聞こえてたぞ。おい、琴美、こんなところで何してんだよ。朝日？ふん、何しに来たのよ。いや、普通に調査してただけだって。琴美こそ何してたんだ？自警団のアジトに内緒の用事か？たまたま通りがかっただけよ。まさかお前。違うわよ、別に心配なんてするわけないじゃない。え、心配してたのか？俺はてっきり一人で襲撃するつもりなのかと。そうよ、あの裏切り者だけは絶対に許せないもの。まあ、バレたのなら仕方ないわね。今日のところは見逃してあげるわ。あんたたちも真面目に妄想者を探しなさいよ。あいつ、何だったんだ？思春期の女の子も複雑だね。ちゃんとこまめにしておきましょう。妄想球に貼って。あ、朝日さん、それにレイジさんも。何か収穫はあったか？うん、ごめんなさい、まだ何も。リッピョンが謝ることじゃないって。でもでも、リュウ頑張りますね。どうしたんだ？
いつも以上にやる気じゃないか。リュウ、お荷物になりたくないんです。昨日カノンさんが出てきた時も琴美さんに頼りっぱなしでした。きっと琴美さんがいなかったら。だからリュウ、もっと頑張りたいんです。へえ、立派な嬢ちゃんだな。ありがとうな、リッピョン。だけど無理だけはするなよ。はい、だけど危ない時は電話をさせてもらいます。その時はすぐに駆けつけてくださいね。ああ、いつだって駆けつけてやるよ。今のは俺にじゃないのか。お二人ともですよ。さてと、一通り調査が終わったみたいだな。みんな、何か新しい情報はつかめたか？うわ、何も収穫ありませんでした。私も同じよ。ピンクマントもいないし、とんだ無駄足だったわ。俺もだ。俺たちも何もつかめなかったよ。簡単に物事は進まねえよ。そう肩を落とすな。ちょっと待って、誰かがこっちを見ているわ。は？あんたは黙ってなさい。そこにいるのは誰？誰だ？俺たちを見張ってたのか。裏通りの方に走っていきました。追いかけよう。アイテムを買われますか？補充お忘れなく。妄想宮に入られるのなら準備をお忘れなくです。あ、これはイベントの。ついにこの日がやってきた。邪神の復活祭まであと数刻。この秋葉原の地で黒木晩餐が行われる。邪神の復活祭だと。ヤマト、どうしたんだ。立花、俺たちが戦うべき相手は他にもいたんだ。は？黒木晩餐まで数刻。あの女、確かにそう言ってやがった。アニメの話かなんかだろ。甘いな、橘。秋葉原には妄想管理局なんて組織もあるんだ。邪神を崇拝する秘密結社があっても何らおかしな話じゃないだろう。確かに。なのか。ふん、面白くなってきたじゃねえか。俺たちで黒木晩餐を阻止しようぜ。橘、怪しい場所を探すぞ。あ、おい、ヤマト。邪神の復活に黒木晩餐、もしかしてそれって。リピョン、何か知ってるのか。あ、いえ、ヤマトさんが楽しそうなので。怪しいとこってこことか。ふん、ここか。よし、俺が先に様子を見てくる。橘は俺が合図を送ったら来い。いいな。朝日さん、ここって。いいからいいから。おい橘。おお、どうした。黒木晩餐は見つかったか。ふざけんなよお前。危うく高い絵を売られそうになったじゃねえか。それは大変でしたね。なあ、怪しい店だっただろ。俺が言ったのはこういう怪しさじゃねえんだよ。もういい、今度は俺が探すから。ヤマトさん、怒っちゃいましたよ。
大丈夫だって。じゃ次の怪しい場所を探そうぜ。セーブポイント発見です。休憩されますか？妄想宮です。お入りになられますか？ああ邪神黒木晩餐よ、その時はもう近い。おいお前、なんだね君は。お前邪神崇拝の秘密結社の一員か？よくぞ見抜いたな。いかにもその通りだ。だったら話は早い。お前らの秘密結社はどこだ？集会はどこで行われている？そんな正直に聞いて教えてくれるもんなのか？我が正体に気づいた君らの慧眼に敬意を表し教えてやるとしよう。教えてくれるのかよ。でどこなんだ？隠す必要などない。なぜなら我らは邪神に選ばれたのだからな。だからどこなんだよ？駅前広場のみそな銀行の隣だ。そんな分かりやすい場所を選ぶなんて秘密結社の風上にも置けねえな。では行くとしようか。そろそろ邪神が降臨なさる時間だ。橘、突き止めたぞ。おお、よかったな。それじゃ本拠地に殴り込みだ。黒木晩餐を俺たちで阻止しようぜ。本当に人が集まってる。ふん、だから言っただろ。ああ、時が満ちる。黒木晩餐が始まるのね。そろそろ始まるみたいだな。確かに始まりはしますが。どうしたんだうさこ？それは。いいよりっぴょん、ここまで来たんだ。好きにやらせてやろう。なんだ？おお、邪神が登場なさった！来たな。ああ、かわいい我がしもべたちよ。え、メイド？ああ、邪神様！どういうことだ？黒木晩餐を始めようではないか。一体何が始まるんだ？ま、見ての通りだ。は？で、どうだった邪神様の歌声は？低音の出し方とか参考になりました。おい、どういうことだよ？だから邪神様の黒木晩餐だよ。たまにはこういうのもいいだろ。デスメタル、かっこいいです。お前ら知ってたのか？ヤマトさんが楽しそうだったのでつい。お前こそ気づかなかったのか？ふん。わあ、ヤマトさん。拗ねてやんの。じゃ、俺たちも行くとするか。邪神に興味を示すと、やはり永久の約束が果たされようとしているのか。セーブはちゃんとこまめにしておきましょう。